基礎福島駅は長野県基礎郡基礎町福島にある東海旅客鉄道中央本線の駅である。駅番号は CF30。基礎町における代表駅であり、基礎地域としての観光等の拠点にもなっている。特急、品野をはじめすべての旅客列車が停車する。島式ホーム一面二線を有する地上駅。駅舎とホームは地下通路で連絡している。 留置線を持つので、当駅始発、終着の列車が深夜早朝帯に数本、運転されている。駅長、駅員配置駅である。管理駅として、大久保駅瀬場駅間の各駅を管理している。JR 全線切符売り場、自動券売機が設置されている。改札口付近にはキオスクがあり、飲み物や、土産物、新聞、雑誌を販売している。校内に、 D51-775 号機が生体保存されている。国鉄時代には基礎福島機関区が存在していた。長野県統計所によると、1日平均の乗車人員は以下の通りである。中仙道福島塾を元としたエリア。現在でも町役場などがあり、基礎町の中心的役割を担っている。 駅の西側に広がる南北に広い市街地の中心に一致している。福島塾の中心は駅の北側の方に位置している。スキーシーズンは一般社団法人基礎御竹観光局により、スキー場直行、マッシュグライナーが発着するバス発車時には、バス出発所からの案内放送がなされる。特急、品野の隣の停車駅は列車記事を参照。ありがとうございます。